だけが知ってる。わずかな気持ちさえ狂うように動き出す。ずっと隣にあると信じてたもの、握った綱のよう指の間すり抜けて、お前だけがくれてた花の名前も知らず、不意に訪れた終焉。残酷に言ったらもう二度と時は取り戻せない。拭えない痛みが呼び覚ます。そうさ、そのぬくもりが忘れられず、いつか花の名前を知りたい。解けない茨に囚われて、お前奪えないのなら血で染めた手でこの胸心まで切り裂いてくれ。青山オペレッタ第13話、ブランニューデイズ。青山オペレッタの新チーム、ノーバ。波乱のオーディションを終えた俺たちは、来たる初演に向け新たなスタートを切っていた。はい、そうです。ええ、わかってます。ようやくですから。はい、また連絡します。それでは。サイさん、どうしたんですか？もうみんな食堂に集まってますよ。ああ、ごめん、ちょっと母親に電話をしてた。お母さんですか？ OC の役になった報告をしたんだ。ああ、お母さん喜んだんじゃないですか？そうだね。ん？そんなことより食堂に行こうか。はい。グッモーニング、みんなお揃いね。今日も朝から推しが可愛いわ。お前は相変わらず朝から騒がしいな、明之助。ほんと、羨ましいくらいのテンションですよ。俺にはとても真似できないや。寝るなよ、ノエさん。ったく、いい加減どうにかなんねえのか、その低血圧。なんないよ、体質だもん。ダメ、やっぱ食欲ないや。かぐやくん、俺のサラダも食べていいよ。いらねえよ、キュウリ入ってんじゃねえか。取ってきたんだから自分で食え。ノイさん、よかったら俺が食べますよ。ありがとう、アサヒくんは優しいな。アサヒ、あんまりノエさんのこと甘やかさない方がいいぜ。そうそう、このおっさんはすぐ調子に乗るからね。二人ともひどい。って、あれ？キリッサ君、寝癖がついてるよ。知ってる。でも全然治んないから、このまんまでいいよ。めんどくさいし。後で治そう。俺が手伝うよ。せっかく綺麗な髪なんだからさ。朝日が言うなろ。あ、それと、着物の前が空いてるからちゃんと着よう。風邪ひいちゃうよ。ん？やって。いいよ、ちょっとこっち向いてね。ヤチ、ガキじゃねえんだから、それくらい自分でやれ。朝日がしてくれるって言うんだからいいんだよ。あんただって身だしなみはちゃんとしろっていつもうるさく俺に言ってんじゃん。こいつ。宮島、お前もヤチの世話を焼きすぎだ。うん、朝日、僕もそう思うよ。え、そうですか？でも友達だし。そうそう、俺たち友達なんだからこれくらい普通だろ。ねえ朝日。こいつオーディションの後からずっとこの調子だよな。
あれだけ朝日くんにきつい態度をとってたのが嘘みたいだね。すっかり懐いちゃったわよね。推したちが仲良くて私も嬉しいわ。どうしたんですか、サイさん。なんだか難しい顔をしてますけど。うん、この食べ物不思議な味がすると思って。不思議な味？一体何を食べて。って、サイさん？どうしたの、アサヒ。どうしたのじゃねえよ。なんでヨーグルトに海苔の佃煮かけてんだよ。けぇ、どういう食い合わせ。見てるだけで気分悪いんだけど。海苔の佃煮？これってジャムじゃないんだ。道理でおかしいなと思った。ジャムと間違えちゃったんですか。うん、似てたからね。高尾くんってば意外とうっかりしてるな。もしかしてあんまり和食に馴染みがないとか。いえ、そういうわけでは。僕は和食に限らず食べ物全般にあまり詳しくないんです。ここで並ぶメニューも食べたことがないものばかりで。別に珍しい食事内容でもねえと思うが。一般的なメニューばかりよね。それを知らないとなると相当よ。言われてみればサイさんっていつもちょっと変わった食べ方をするなって思ってました。よくわからないから目についたものを適当に選んで食べてたんだ。食事に興味ねえとか。てかそれなら好き嫌いもないのかよ。チーズは昔からよく食べてたよ。カルシウムとタンパク質が取れるからね。それって好きとはちょっと違うんじゃないかな。じゃあ逆に嫌いなものは。すぐには思いつかないですね。俺も嫌いな食べ物はないですけど、それとはちょっと違いますよね。ないというよりは知らないんだろうな。面白え、そんなやついるんだ。俺なんか嫌いなものばっかりだけどな。野菜は全部ダメだろ。脂っこいのも嫌だし。お前は好き嫌いをなくせ。普段家でどんなもの食べてたの。バレエのために子供の頃から厳しい食事制限があったので食べていいものが少なかったんです。カロリーや体重は徹底的に管理されてました。お昼はお弁当箱いっぱいにびっしり詰まった味のない寒天だったり。そんな。うーわー無理。そんなことされたら夢に見ちゃうよ。味がない寒天とかまずいに決まってんじゃん。そんな弁当絶対嫌だし。悲惨すぎんだろ。お前苦労したんだな。そうかな。当時はそれが当たり前だと思っていたから。まずいとか美味しいとかあまり考えてなかった。ものすごいスパルタね。あーでも高尾くんの実家を考えると納得だわ。なんたってあの有名なサイバレエスクールだものね。食事制限はバレエの英才教育の一環か。それにしたってあまりにも厳しすぎる気がするが。だがまあ確かにあの理事長が母親ならそれくらいはするだろうな。まあそうですね。サイさんのお母さん。そういえば君はお母さんの影響で青山を志したよね。実は僕もなんだ。物心ついた頃からずっと言われ続けてきた。確かサイさんは俺と同じでお母さんの影響で青山を目指したんですよね。え？ああ。どんな人なんだろう。俺の母さんみたいに演劇が大好きなのかな。さっきも電話で報告してたみたいだし。バレエの最高峰であるロイヤルを辞めてまで青山に入るなんてなかなかできることじゃないわ。そこにはお母様の思いがあったのね。そうですね。ロイヤルを辞めてまで。あの理事長が。なに、眉間にシワ寄せてんの。ますます老けて見えるよ、おっさん。誰がおっさんだ。まったくお前は。まあその話はいい。そんなことよりお前らいつまで飯を食ってる気だ。さっさと片付けてレッスン開始だ。最初に言った通り実力のない奴は容赦なく外される。それは役に選ばれようが関係ねえ。違うと判断されればすぐに降板させられるからな。
分かってます。それが青山ですもんね。一日で降板させられたなんてのも聞きますし。役に選ばれて終わりじゃない。ここからが本当のスタートなんですね。ああ、そうだね。当然、役を下ろされるつもりはないよ。ようやくここから始まるんだ。そう、ようやくね。サイさん？サイさん、珍しく少しピリついてるような。あれ？夢咲さん、どうしたの？まだ稽古は始まってないよ。仕事の前に少し立ち寄っただけだ。ノーバの子たちが気になる？バイオラ役の宮島朝日と OC の役の斉高雄。これからこのメイン2人を中心に本格的な稽古が始まるわけか。なんかいい竹だね。夢咲さんだってオーディションに立ち会って配役に納得してくれたはずでしょ。一応納得はしているつもりだ。だが彼らが未熟であることは変わりない。特に宮島は圧倒的な経験不足だ。主役には大きな責任と重圧が課せられる。果たして宮島にそれを受け止める器があるのか。耐えられず潰れたら舞台の成功どころではない。なるほど、プロデューサーとしてはもっともな心配だね。けどさ、それって宮島くんだけが抱える問題じゃないんじゃないの？まあな。それともう一つ、プロデューサーとしてはやはり話題性の乏しさを問題視している。出た、商業主義。当然だろ。プロジェクトの成功には集客が必要不可欠。オーディションの結果には納得している。だがやはり興行のためにはもっと話題性が欲しいのは事実だ。話題性ねえ。でもそれで言ったら今年の青山はノーバだけじゃないよね。ああ、そうだな。まあ話題性とかその点はプロデューサーに任せるよ。どうあれ、ここからが正念場だ。それぞれが自分の役と向き合い、プレッシャーと戦いながらあがいていくしかない。その果てにどんな作品が生まれるのか、僕は楽しみで仕方ないよ。初演に向けスタートを切ったノーバだが、そんな中新たな問題が俺たちに降りかかる。次回メンタルスランプ。おいノエさん、一体どうしちまったんだよ。